ラリーズ・ビスコは、アメリカ合衆国の元プロレスラー。イリノイ州シカゴ出身のポーランド系アメリカ人。少年は1951年灯される。ベビーフェイスとして活動後、WWF にて、師匠のブルーノ・サンマルチの裏切ったというアングルの下、ヒールに転向。以降、1980年代から2000年代にかけて、NWA、アワ、WCW、ティネなど、 各団体で活躍した。息子のティムズ・ビスコもプロレスラーであり、インディー団体で活動している。ハイスクールからペンシルベニア州立大学時代に培ったレスリングの素養を下地に、ブルーノ・サン・マルチノとニュートン・タットリーのトレーニングを受け、彼らがプロモートしていたペンシルベニア州ピッツバーグでの興行において1972年9月1日にデビュー。 ポーランド系の出事ということもあり、リングネームは戦前に活躍したポーランドの伝説的レスラー、スタニスラウスズビスコにあやかってつけられた。ピッツバーグや太平洋岸北西部での活動を経て、1974年より WWF w、F、へ本格的に参戦。ニューヨークの帝王、サンマルチノの愛弟子としてベビーフェイス陣営の重鎮だったゴリラモンスーンや ヘイスタック、カルホーンのパートナーにも起用され、バリアントブラザーズ、キラー・コワルスキー、ボビー・ダンカン、ニコライ・ボルコフなどと対戦して、キャリアを積む。同年は、プロレスリング・イラストレーテッド誌の新人賞を受賞。翌1975年9月には、サンマルチノの圧戦で全日本プロレスに、初来日している。ジョージア、フロリダ、ノースアンド・サウスカロライナ、 ロサンゼルスなど NWA の各テリトリーも転戦しつつ、1977年より WW、WWWF に定着。1978年11月21日には、トニー・ガレアと組んで、ピエールエリックのユーコン・ランバージャックスから、WWWF 世界ッグ王座を奪取。翌1979年3月6日に、ジョニージェリーバリアントに敗れるまで退官した。 その間、ビンスマクマホンシニアのブッキングで1978年6月に新日本プロレスに来日。新日本には1979年4月の第2回 MSG シリーズにも参加し、予選で星野勘太郎に2勝して決勝リーグに進出。アントニオ猪木や藤波達美、アンドレザジャイアントやスタン・ハンセンとも公式戦で対戦したが、 パートナーのガレアから一生をあげたのみの戦績で終わった。WWF が WWF に解消してからも若手のベビーフェイスとして新王者ボブバックランドやサンマルチノのパートナーを務めたが1980年1月22日に行われたサンマルチノとのエキシビションマッチでヒールに転向恩師を裏切った男として観客の大ブーイングを浴びる。 以降、かつての師匠との遺恨試合を東部一帯で繰り広げ、同年8月9日には、シェイスタジアムに36,295人の大観衆を集めた、ショーダウニアットシーのメインイベントでスチールケージマッチを行った。1981年に WWF を離れてからは、ブルーノ・サン・マルチノが起こした、ペンシルベニアのインディー団体 EWAF に出場。その後は、 ジム・バーネットの主催する NWA ジョージア地区を、主戦場に、ポール・オーン・ド・オンドフや、トミー・リッチ、サンマルチノの息子、デビット・サンマルチノらと構想した。1983年3月には、キラー・ブルックスから2万5000ドルで NWA、ナショナルヘビー級王座を買い取るというアングルを展開、タイトルは4月30日に剥奪されるが、6月5日に、トーナメント決勝で、 ミスターレスリング2号を破り奪還に成功している。この間、1981年7月と1982年10月に、サンマルツノの仲介で全日本プロレスに再来日した。1984年からはワーワに参戦。持ち前のマイクパフォーマンスの才能を生かし、同時期に、WWF で悪党人気を博していたロディパイパーを意識したようなヒールとして活動するが、 二番戦時の勘は否めなかった。同年下期からは、マササイトやゴーリューバ、アメリカ修行中の高野俊次ら日本人ヒールと、結託し、ニックボックウィンクルやジミー・スヌーカ、マーティ・ジャネッティショーン・マイケルズのミッドナイト・ロッカーズ、などと構想した。1987年からは、ジム・クロケット・ジュニアの運営する NWA、ミッドアトランティック地区に転出するが、1989年により、 アワに復帰。同年2月7日、ミネソタ州セントポールで行われたバトルロイヤルで優勝し、第36代のアワ世界ヘビー級チャンピオンとなる。以後、ケンパテラ、サージェントスローター、和風マクダニエル、グレッグガニア、バロンフォンダシク、そして因縁のデビット・サンマルチのラを相手に防衛戦を行った。1990年2月10日、 新日本プロレスの東京ドーム大会で、マササイトに破れ王座を失うが、4月8日に、セントポールにて脱会に成功。しかし、活動停止寸前のアワに見切りをつけ、同年12月に WCW に移籍。タイトルは剥奪されるが、翌年にアワが崩壊したため、結果として彼が最後の合わせ会王者ということになった。WCW 移籍初期は、 アーン・アンダーソンとのタッグチーム、ジ・エンフォーサーズで活動し、1991年9月5日、空位となっていた、WCW 世界タッグ王座を獲得。マイケル・ヘイズジミー・ガービンのファビュラス・フリーバーズや、スタイナー・ブラザーズなど相手に防衛戦を行ったが、11月19日に、リッキー・スティム・ボートダスティン・ローデスにダッシュされた。その後は、ポール・イ・デンジャラスリー率いる。 ヒール軍団デンジャラス・アライアンスに加入し、リック・ルード、ボビー・イートン、スタニング・スティーブ・オースチン、メドゥー・サーラと共闘、スティム・ボート、スティング、バリー・ウィンガム、ロン・シュモンズ・ラ・ベビー・フェイス勢と交想を展開した。1994年にフェイスターンを行い、5月2日に、ロード・スティーブン・リーガルを破って WCW、世界 TBO 王座を獲得。これが、 メジャー団体における最後のタイトル体感となった。セミリタイア後の1995年からはカラーコメンテーターに転じていたが、1990年代後半にムウォーが登場するとエリック・ビショフとの構想アングルが組まれ一時的にリングに復帰。1997年12月27日の PPV イベントスターケードにおいて両者は対戦している。 続く1998年1月24日のソールドアウトではスコット・ホールと対戦したがズビスコ・ビショフ・ホールは泡末期からの因縁深い間柄でもあった。左はボビー・ヒーナン2001年の WCW 崩壊後はダスティローデスの TCW などインディ団体への参加を経て2003年よりティネに登場。当初はベビーフェイスの立場だったが 2005年にジェフ・ジャレットと結託してヒールに転向。タイトルマッチ管理委員会のエグゼクティブプロデューサーとしてレイベント構想し、2006年7月16日開催のティネ・ビクトリー・ロードでは髪切りマッチに敗れて丸坊主にされた。2006年11月にティネを離脱してからは、アワ・スーパースターズ・オブ・レスリングなど各地のインディー団体に参加。 2008年2月5日には、田中雅人の王座剥奪で空位になっていたアは、スーパースターズ世界ヘビー級王者に認定された。2009年からは、フロリダ州ラルゴのフィップにて、エグゼクティブディレクターを担当。2010年3月には、カナダマニトバ州ウィニペグの WFX に登場し、ジェシー・ゴダーズと組んで、ブッシュワッカー・ルークユージン・リンズモアと対戦した。 WWF を離れて以来、師匠ブルーノ・サンマルチノのキャッチフレーズ、リビング・レジェンドを自らのニックネームに関している。彼はサンマルチノがビンス・マク・マホーンと決別する以前の1980年代初頭から WWE とは絶縁状態となり、一貫して反 WWE の姿勢を取り続けていたが、2013年にサンマルチノが WWE 電動に迎えられた際には式典に姿を見せ NXT にも出演。2015年にはズビスコ自身も殿堂入りを果たし、式典ではブルーノ・サン・マルチノがインダクターを務めた。ありがとうございます。